どうもどうも、さかなでございます。さかなのマインクラフトでございます。本日は、前回の続きですね。まずはあの聖地、なんかね、気がついたらどんどんスケールがねでかくなってる聖地をね、終わらせてしまいましょう。なんで一旦ゾンビ肉をしまって、イラン装備がたくさん手に入ったな。エンチャントをねかけていこうか。それではエンチャントしていきましょう。ダイヤのシャベルにエンチャントしようかな。はい、ダイヤのシャベルにエンチャントをしていこうと思います。いや、今回のね産卵期、本当はね逆再生でね遊ぶやつやろうと思ったんだけど、なんかねバグっちゃってね、うまくなんかの経験値オーブがね出てくれなかったわ。うん、まあいいや。ではでは、効率3か、微妙。捨てようか。一旦捨てまして、お次は耐久力3、まあいいんじゃない。耐久力3、はい。お、シルクダッチ効率4、いいですね。では2本目何が来るかな。あ、効率4、ほい。あ、だけ、ひどマジか。まあダイヤのシャベル、あ、でも耐久力つかないとゴミか。まあいいや。次、うん、耐久力3。あー、もし外れてもこれと合わせてやっちゃいましょうかね。あー、外れ。うん、まさかの外れの連続。じゃあもう1個できるな。もう1個ダイヤのシャベル作ってやっちゃいましょうか。うん、もう1本持ってきましたよ。ラピスラズリを置いて、なんか文字がすげえ少ねえなこれ。1行か。捨てよう。捨てましてね、あ、32レベルあるんでもう1回捨てれますよ。ほい、これ捨ててドン。結構長めの耐久力3、はい。あー、まあいいか。あ、幸運ね、幸運か。まあまあまあいいんじゃないですか。ではでは、これらのね、ツラシじゃないや、シャベルを使って、成長していこうと思います。うん、よし、じゃあやっていくぞ。いや、マジでね、なんでこんなことになったのかわからないぐらいね、めっちゃ広い聖地になっちゃってるんだよね。うん、ここが、だからちょっと見てみると、あの前回ね、ざっくり編集すぎたからね。だからここよ、この周りのこの、なんていうの、掘ってない部分のこのね、あのボコ感を見ればわかるけどさ、めっちゃ掘ってんだよね。うん、何考えてんだろう、俺、バカだな。まあ、やっちゃおうか。うん、中途半端になっちゃうからね、やるしかないんだ。うん、ここまでやったらやるしかない。では、整地スタートといきましょう。よし、こっち側はもうこんな感じでいいか。マジ聖地気持ちいい。やばい、ダイヤのねシャベルで作ったね、このエンチャのシャベルめっちゃ掘れるね。あのさ、上のこの草ブロックになっててもさ一発やん。多分ね、なんだろう、鉄のねツルハシじゃないや、鉄のシャベルだとなんかねワンクッション置く感じで掘れるんだよな。だけどダイヤになってくると早いわ。うん、スピードが全然違う。マジ気持ちいい。なんだろうこれ、超気持ちいい掘ってて。ではでは、じゃあ、高さもうここにしますわ、ここに。うん、こうしていこう。ある程度でね、あの作業区切りつけないと終わんなくなっちゃうから、だからこの高さの石を取っ払って土に置き換えていくと。うん、今掘っちゃったけどね、気持ちよくて掘っちゃったけど、またね、あの土を埋めていくために石をね、まずは取り除きます。いくぞ。わー、これもなまた早いね。ビーコン持ってくればさらに早いのかな。うん、ではちょっとここに、さっきね掘ったのがね悔やまれるんですが、土をね埋めていきます。土をね、あ、なんかはめていく、土で埋めていく、うん、かな。うん、日本語って難しいね。やっていきましょう。よーし、できたできた。あー、まあこっち側だな。あとな、あと木を燃やさないと。
まずはちょっとこっち側をちょっと滑らかな段差、なだらかな段差にしてあげましょうか。ちょっと山感をね残す感じ。こっち側もね整地を始めちゃうと本当ね時間がね無限にかかっちゃうので、ちょこっとこう段差にしてやって、まあ自然な感じに見えるようにね適当に掘ってやりましょうか。こんな感じ。結構こっちも高いんだな。よし、こんな感じでちょっと石が見えててもまあいいか。まあこんな感じでいきましょうかね。ちょっと木を燃やして柵を置いていこうかな、そろそろね。それではそれでは、羊さんのね檻をね作っていきましょう。まずはちょっとあれかな、このいらない木をね、燃やしちゃおっかな。アカシアね切るのがめんどくさいからね、火つけた方が早い、火つけた方が早いから燃やしちゃいましょう。燃え残ったらねめんどいけどまあ切ろうか。その場合はね、燃え残った場合は切っていきましょう。こいつも燃やしちゃおうかな。おいしょおいしょ、どこいしょどこいしょ、よっこいしょ。よし、ではでは、あとはあいつかな、あのオークを燃やしちゃって、あのアカシアもいっちゃおうかな。うん、こいつをほいほいほい、いいね、ちゃんと燃えてくれよ。おいしょおいしょ、届かない届かない、来た、オッケー。ではでは、アカシアちゃん燃えてくれ。よいしょよいしょ、んーよいしょよいしょよいしょ、よし、オッケー。ではでは、檻を作っていくんですが、すごい長いやつなんですけど、幅をねどうかな、幅2マスの内側2マスにしようと思うから、だから4列のやつ、だこんな感じ、1234で真ん中2列が空洞って感じかな。あんまりね柵に近すぎるとなんかね毛がね刈り取れないパターンも確かあった気がするから、そんな記憶があるからね、ちょっと真ん中2列を開けるパターンの柵折りでいこうと思います。長細いやつを作っていきますよ。こうしてね、オラ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 、これ燃えないかな、大丈夫大丈夫かな、まあいいか、燃えたらその時、うん、まあそれはそれで面白いパターンということで、長細いのを作っていきますよ。こうしてこうして、どのぐらいいこうかな、一旦もう一番長いやつ作ってみよう か。 だからまずはここにいっぱい、ここいっぱいの羊をね入れる必要があるよね。うん、それがそれでねまた大変なんだけど、まあ最初2頭からねどんどん増やしていこうか。こうやってね、でそう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 、この形にするのにさらに最後にこう付け加えたいのが、なんだろう、羊がこう逃げないシステム、うん、逃げないようにしたいからね。今まで僕がなんか魚村でやってたタイプだと、フェンスゲートで出たり入ったりするから、だからそこでこうなんかね、なんだろう、逃げ出しちゃうわけよ、パンパンにしちゃうとね。うん、だからパンパンにしても逃げないような構造にしていきたいと、入り口部分ね。なんで ここですよ、ここ、ここをちょっと変えます。ここをね丸石でいいかな、丸石でこうやっちゃって、で上部分に、はしごをつけてやると、はい、こうしてやると、こっちはね人間側はね、人間側はプレイヤーはジャンプすれば出れるんでね、うん、この形でいきます。はい、反対側はまあはしごでいいかな。うん、であっち側もね同じようにしてやりましょう。なんでどんな感じの小屋になるかというと、ここでこうねハサミだとして、これがねハサミだとして、ハサミを持った状態でここでクリック長押しでこう行けばね、もう自動に刈り取って、ついでに毛も回収できると。うん、でそんなにこう幅が広くないんで横移動もそんなにしなくていいですし、でそんでねこう刈り取った状態で落ちちゃったやつも U ターンして帰ればね多分また拾えるんでね、うん、無駄なく最小限の動きで毛をねたくさん刈れるような、檻になるのかなと思ったんでね、これ作ってるんですけど、まあもっといい方法がまああるんだろうね。うん、まあいいや、その辺はまあその辺はいいでしょう。うん、はしごが足りない、1個置いとこう。はい、こんな感じですね。はい、では羊をね連れてこようか。よし、それでは羊さんのね移動をね開始したいと思います。ここのね緑色かな、一番使うのは多分緑色だから、緑色のね羊さんを連れてきます。よし、あとでね緑色だけじゃなくて使いそうな色、その商業の街でたくさんね色を使いそうなやつに関してはね、
またあの長細いね檻をね作ろうと思っているんですが、今回はまず一番使うであろうこの緑色をね移動させようと思います。2頭をねとりあえず必要なんで行きたいんだけど、ちょっと詰まっちゃってんな。ほら来て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 、ほらほらいいからいいから、豚さんはいいよ、豚さんはいいから、ちょこれ切っちゃおうか、これ一旦切っちゃおう、行こう、おいで、いい子だ。そうそうそうね、ワンちゃんの小屋もねまた作ってあげるから待っててね、行きましょう行きましょう、おいで、そうそういい子だいい子だ。なんか動きがねカクついてるけど大丈夫かな、カクカクカクっとねなってるけど、よしおいで、お、いいね、スムーズに出ましたね、おいでおいで。まずは第一村村柵、第一織羊、織をなんていうのわかんねえ、村人じゃなくないからさ、言葉って難しい、造語になっちゃうよね、造語になっちゃう、どうでもいいわ、もうクソどうでもいいことをねずっと喋ってるからな、疲れる。よし新しいお家だぞ、よし4頭なりましたね、こっからねバンバン増やしていこうと思います。では今回ねこんな感じで終了したいと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、まあうまくね分散してくれれば、そのなんだろう、ハサミ持ったままこうこっちにこうグワーッといっていい感じにね刈り取り作業ができる、なんかその牧場になるのかなと思ってねこちらを作ってみました。またなんか配信画でねバンバン増やしてみて、実際にね刈り取る作業もね動画にしてみたいと思います。では今回こんなところで終了したままさ、ご視聴ありがとうございました。また会おう。